バルデマー・ダンマークは、デンマークの王族、海軍軍人。デンマーク王クリスチャン9世とその王妃、ルイゼ・フォン・ヘッセン・カッセルの末息子。兄に、デンマーク王フレゼリク8世、ギリシャ王・ゲオールギオス1世、姉に、イギリス王妃、アレクサンドラ、ロシア皇后、マリア・フヨードロブナ、カンバーランド皇爵夫人・テゥーラがいる。1883年から、 時敬ギリシャ王ゲオルギオス一世の次男ゲオルギオスを養育している。二人の関係は親密なもので、ゲオルギオスは婚約者に、この時私は父に見捨てられたと感じ、以後はおじのために大人になったのだ。と語ったほどである。1885年、オルレアン家のシャルトルコー、ロベールの娘マリー・ドルレアンと結婚した。この結婚はマリーのおじのパリ伯爵が仕組んだ。 政略結婚だったと言われるが、夫婦仲は非常に良かったようである。夫妻は5人の子女を設けた。バルデマーは長くデンマーク海軍に所属していたが、軍隊生活はあまり肌に合わなかったようである。バルデマーはまた空位であったブルガリア公国とスウェーデンとの同訓連合を解消したノルウェー王国の君主の候補に押されたが、いずれも実現しなかった。ありがとうございます。